ず、赤ひもの力にも限度がある。だが我は人ごが貼られていたようだ。先ほどそれを解除した。もう一度調べてみるといい。お、さすが失格。よし、もう一回探してみよう。あ、見ろ、さっきまでいなかったのにあそこに先例がいるぞ。ここが仙人の洞天だろう。我らが探している名家不浄石もここにあるはずだ。本当か？あ、あれってさっきの仙霊じゃないか？見ろよ、雲の下に潜ってったぞ。しかもよく見るとここの岩や木、なんだか不自然じゃないか？まさか雲の下にまだ何か隠れてるのか？これは本物の雲ではなく、空間を隔てる砲術だ。下に降りるにはまずこの砲術を維持している装置を破壊せねばならぬ。よし、じゃあ早速それを破壊しよう。この地に魔物の気配を感じる。どこに身を潜めているかわからぬが、気をつけた方がよい。聞きたまえ。
天道地、いざ。認識されたようだ。だがこれしき我が何とかしよう。はっ、魂よ、命ずるやっ、と剣を入れよ。表層よ、決心となれ。やっ、と、と、装置の確信があらわになったぞ。今のうちだ。我が命を聞きたまえ。魂よ、命ずる。Thank you.
不浄の石が宙に浮くことはない。見た目は普通の石と異なるが、その重さはほぼ同じだ。不浄の石が活性化されることで初めてその進化を発揮する。俗世の束縛から解き放たれ、空へと浮かび上がるのだ。そうだったのか。神格は物知りなんだな。我の師匠は雑談が好きでな、暇があれば我を引き連れ、様々な伝承を話してくれた。興味のない内容の方が多かったが、まさかこのように役に立つとは。あ、ふと思ったんだけど、もしここで活性化させたら持ち帰れないよな。そんなことしたら、オイラたちまで一緒に飛んでっちゃうし。でも、活性化させないと重くて運べないと思うぞ。どうやって運んだらいいんだ？案ずるな。これ式であれば、我にとって大した重さではない。でも、安全第一だぞ。
心配無用だ。この浮上の石が貴重であることは重々承知している。ぶつけたりせぬよう細心の注意を払おう。我を？そうだぞ。神格がどんなにすごくても、もしこんな重いものの下敷きになったら怪我だってするだろう。重いものを運ぶときは身の安全に気をつける。これは常識だぞ。そうなのか。ありがとう。ならば気をつけるとしよう。我は浮上の石を担いで先に行っている。後ほど建設現場で落ち合うとしよう。あんな重いものを持ち上げられるなんて、神格ってやっぱりただものじゃないよな。オイラたちも早く建設現場に戻って神格と合流しよう。この間、ここで盗みを働こうとした者がいたんです。無論、法による裁きを受けることになりましたが。なんてことだ。神よ、僕は夢でも見ているのか。あれほど巨大な石を持ち上げるなんて、彼女こそ伝説に謳われる仙人に違いありません。仙人様、どうか来年の収入が上がりますように。体積、品質ともに最上級、保存状態も非常に素晴らしいですね。このレベルであれば申し分ありません。この名家浮上石には満点をつけても問題ないでしょう。お名前をお伺いしても？我の名は重要ではない。これの競い合いに参加しているわけではないからな。我はこの石の運搬を頼まれただけ。依頼主はもうすぐ来るはずだ。神格！あ、それと行幸の手下も。なんと、あなたたちでしたか。これほどの浮上の石を見つけたのも納得できます。しかし、一つ訂正させてください。私は手下ではなく、秘書です。ひひ、秘書のお姉さん。この石は、オイラたちみんなで見つけたんだ。どうだ？すごいだろ。正直なところ、これまでに届いた浮上の石の中で、
最上級の品質です。予想外のことが起こらない限り、この石を土台にして軍玉閣の再建は進められると思います。今日はお疲れでしょう。行幸様がこの近くで民宿を借りています。お休みになりたい方はそこに泊まっていただいて構わないとのことです。それでは私は先に失礼します。ご覧の通り、まだやることが山積みですので。神学、さっきここに到着した時、みんな神学のことを尊敬の眼差しで見てたぞ。そうなのか。反応が薄いな。こういう時はもっと喜ぶもんだぞ。もしオイラが誰かにパイモンすごいって褒められたら、胸を張りながらニヤニヤしてるぞ。以前我も似たような称賛を浴びたことがある。その者たちは我を仙人と呼び、まるで遠い存在であるかのように敬意を払いながら接してきた。でも仙人ってみんなそんな感じだろ。オイラたちがこれまでに会ってきた仙人もみんな浮世離れしてて、普通の人間とは違ってたぞ。しかし我がそうでは。神学？何でもない。同点に入ってから力を酷使していたゆえ、少し疲れただけだ。大丈夫か？あ、そういえば百番が言ってたよな。近くの民宿を借りてあるって。そこで休憩しよう。心配は無用だ。どこか人里離れた静かな場所を見つけ、少し座禅を組めばじきに治る。ダメだよ。もしその間に危険な目に遭ったらどうするんだ。お腹が空いたら美味しいものを食べて、眠くなったら屋根のある場所でちゃんと寝る。無理をするのは良くないぞ。わかった、覚えておこう。あう。そうと決まれば早速神格を民宿に連れて行こう。ご宿泊ですか？先ほどちょうど残り2部屋になったところなんです。軍玉閣の再建にこの地区が選ばれて以来、大工や野次馬、業務担当者やお茶売りと利用者が後を絶たない状況でして、だから今日もかなり混み合ってるんですよ。部屋もどんどん埋まってしまい。お客さん間に合ってよかったですね。片方はまだ部屋の掃除中でして、おそらく30分ほどしたらご案内できるかと思います。もう一つの部屋は扉を左に曲がったところにあります。どうぞ、客室の鍵です。皆さんごゆっくりお休みください。それでは。それじゃあ神学が先に部屋を使ってくれ。オイラたちは外で部屋の掃除が終わるのを待ってるから。ついでに美味しい食べ物がないか見てこようぜ。さっき大きなチキンを持ってるお客さんがいたぞ。後で神格にも夜食用に買ってきてやるよ。明日の朝ごはんにしてもいいしな。ならば我は休もう。何かあったらいつでも呼べ。我の眠りは浅い。戸を叩くだけですぐに起きよう。ああ、また明日。あれって、竜王釈放しっこじゃないか？どうしてこんなところに？行ってみようぜ。
神格とはもうあったようだな。どうだ、あの子とは仲良くやれておるか。もちろんだぞ。竜雲釈放神君も神格のことを知っているのか。それは当然、リーウェ港で長年生活するカーンを除けば生き残っている仙人たちは多かれ少なかれ神格と関わりがある。そうだったのか。なあ、神格の鮮明って何なんだ。神格って呼んだ方が親しみがあるけど、やっぱり罰当たりな気もするし、きっと鮮明で呼んだ方がいいんだよな。鮮明。なぜ神格が鮮明を持っていると。え、仙人ってみんなすごそうな称号を持ってるんじゃないのか。その通りだが、しかし神格は人間だぞ。ああ、なんだそうだったのか。って、うえぇ、お前は気づいてたのか。っていうことは、知らなかったのはオイラだけ。お前たちから見て、あの子は普通の人間と異なるのか。神格っていつも問題の解決方法が直接的というか。初めてあの子と会った時もそのような感じだったが、それは今も変わっておらん。わらわと神格の出会いはとある洞窟の中であった。あの日、わらわがその洞窟の近くを偶然通りかかると、魔人の残骸から放たれる気配を感じた。わらわはすぐ中に入ると、そこには弱いにして6歳ぐらいの幼い神格がおった。あの子は短剣を手に魔人の残骸である魔物と戦っていたのだ。なんだかかなり危険な状況だったみたいだな。わらわが到着した時、すでに神格が魔物と対峙して数日も経っていた。凡人のことは心も体も脆く、生きるには親の庇護を受けなければならない。だが神格は違った。あの子があのような危機を耐え忍ぶことができたのは、強い精神力のみならず生まれ持っての気骨と殺意があったからだ。わらわがその魔物を仕留めた後も、あの子は気を緩めることなくわらわにまで刃を向けてきた。だがわらわに傷をつける意志がないとわかると、何も言わずに気を失った。つまり、もし竜雲釈放神君がいなかったら、今頃神格は。いや、必ずしもそうとは限らぬ。わらわがついた時には魔人の怨嗟は無惨し始めていた。あのまま膠着状態が続いていたら、生き残ったのは神格だったはずだ。それでもかなり危険な状況だったんだろ。なんでそんな小さな子が魔人の怨嗟と戦わなきゃいけなかったんだ。神格はこの世のあらゆる苦難や試練の片鱗を味わったのだろう。そしてわらわは行く当てのない神格を引き取ったのだ。おそらくわらわのことだろう。神格の体質は特別なもので、戦術の修行に適しておった。わらわと他の仙人たちはその見事な才に可能性を見出し、技を伝授することにしたのだ。しかし子供の頃より放たれていた殺意は、年を重ねても消えることなく、むしろ日を追うごとに増していった。ある日、昨月畜養神君があの子を占ったことがあった。
神格は孤独であだなすもの。その身には邪気が宿り、友人や家族に災いをもたらすことがままあると出た。矜持の兆しであったため、赤ひもで魂に枷を加え、殺意を抑制させたのだ。赤ひもで縛られたことで神格はだいぶ落ち着くようになった。表情も和らいだが、代わりに少し朴訥としてしまってな。赤ひもの力が強すぎたゆえに、他の感情をも抑え込んでしまったのだろう。この広大な世で出会ったのもある種の縁。お前たちにも神格との縁がある。今後ともあの子をよろしく頼む。なるほど。じゃあ竜音釈放神君は神格のことが心配だったから様子を見に来たんだな。うん、そんな単純な理由なわけがなかろう。今のリーユエコーは平和そうに見えるが、その裏には危険が潜んでおる。両校は今はリーユエと人の契約の時代だと大口を叩いておったが、時期に訪れる嵐をどう対処するか、わらわはそれを見届けに来たのだ。もし彼女がうまく対処すれば、わらわはその偉業の証人となろう。逆にそうでなければ、わらわがことを引き継ぐことになる。うん、思ったより話が長引いてしまったな。今日はもう遅い。お前たちは早く休むといい。神格は仙人じゃなくて仙人に育てられた人間だったんだな。だから仙人扱いされると困ってたのか。他人から必要以上に敬意を払われたら逆に気を使っちゃうもんな。仙人に育てられた人間は今のリーユエに必要な存在だろう。それと同時に多くの仙人の願いを乗せているのかもしれぬ。師匠から聞いているな。おい、どうして知ってるんだ。主らが戻ってから寝るつもりだったのだが、なかなか帰ってこなかったからな。何かあったのではないかと外へ探しに出たのだ。すると師匠の姿が見えた。その上主らの様子も朝からおかしい。ならば師匠が我のことを話したのだろう。なぜなら師匠は口がよく回るからな。神格、おいらずっとお前のことを仙人だと勘違いしてたんだ。ごめん。いい、我は気になどしていない。それにこれまで説明してこなかった我の責任でもある。ただ過去の経験を思うと、説明しても徒労に終わると思ってしまったのだ。しかし主らは我を仙人だと思いながらも遠ざけるのではなく、友人として接してくれた。これには我も感謝している。オイラたち本物の仙人ともたくさん会ってきたからな。じゃあこれからオイラ
承知した。何をしたらいいかはわからぬが、親友という響きは我も嫌いではない。おう、じゃあ十分休憩もできたし、残りの二つの素材を探しに行こうぜ。でもその前に、建設場所で陽光の手下に進捗を聞いてみよう。名家不浄石を探すのはあんなに難しかったんだ。手に入れることができた人は少ないと思う。相手が早々に諦めてくれてたら焦る必要もなくなるしな。そうだ、新学、昨日民宿へ戻る前にチキンを買っておいたんだ。ほら、一つやるよ。すっごく美味しいぞ。確かに風味が豊かで、我が山中で焼いていたものよりはるかに美味だ。それはまだ再建が終わっていないからです。ヤコブ、北斗もいる。それに知らない人。軍玉閣はかなりの大きさですので、バランスを確保するため再建作業を2つに分けています。適した浮上の石が見つかるまでの期間を利用して、地上で軍玉閣の土台となる部分を作ります。浮上の石の用意ができたら、浮上の石と土台を組み合わせ、部分的に完成した軍玉閣を山の頂と同じ高さまで浮かせる。その後の作業は上空で行う予定になっています。準備が整い次第、つなぎ止めている縄を外して軍玉閣をあるべき高さまで飛ばすのです。百聞さん、新しい素材を持ってきたんだが。少々お待ちください。すぐ伺います。再建作業が順調に進んでいるのも、あなたが見つけてくれた浮上の石のおかげです。陽光様もあなたたちに期待しているとおっしゃっていました。よっ、まさか一番重要な浮上の石をこんなにも早く見つけちまうとはな。私らはちっと出遅れちまったみたいだ。北斗も軍玉閣の再建に手を貸してたのか。ああ、以前の航海でたまたま名家不浄石を手に入れたから、それを持ってきたんだ。名家不浄石は貴重なものだけど、見つけられたのはオイラたちだけじゃなかったみたいだな。そうだ、紹介しよう。彼女はリーユエの看板役者のウンキン、ウン先生だ。こんにちは。この二人はパイモンと旅人、私の古くからの知り合いだ。それとそっちの彼女は初めて会うな。神格、二人の友人だ。そう、かしこまるな。友達の友達なら私にとっても友達みたいなもんだ。ウン先生も今回の再建に参加しててな、ちょうど私の船を貸すことになったから一緒についてきたんだ。お二方の異名はよく存じております。お会いできて光栄です。神格さんも初めてお会いしますが、これから先いい関係を築けそうな予感がしています。実は陽光さんに質問する機会がどうしても必要でして、この一件に参加させていただいたのです。父の人脈をお借りし、浮上の石は何とか見つけることができました。少し小さいかもしれませんが、かろうじて合格をいただけた状況です。おお、なら3人ともいいライバルになりそうだな。
のですが、神格さんも参加されているのですか？いや、行幸殿に聞きたいことは特にない。ただ彼の力になれればそれでいいだけだ。それなら一つご提案があります。行幸さんが定めた規則では、素材を集めた最初の3名に報酬を与えるとのことです。質問の機会は3回であれば、私たち3人でちょうど分けることができます。お互い競い合うよりも、ここは一致団結し、この3名分の権利を手にしてはどうでしょう。おお、それはいいかもな。具体的にどうすればいいんだ？ははん、ウン先生の意図が分かったぞ。一番困難であろう浮上の石は3人ともすでに見つけている。残り2つの素材はそれに比べたらまだ手に入りやすいもんだ。どちらか一方が仕入れ先を確保すれば、3人の需要を一気に満たせる。そうだろう、ウン先生？はい。そのような方法が。よし、なら私から情報を共有しよう。戦機革新について、こっちはもう手がかりを抑えてある。革新の制作は特に難しくないが、素材となる鉱石の準備に苦労するだろうな。私は船に一度戻り、ツーリンに聞いてみるつもりだ。あんたたちは？リーユエコーに戻って、艦砲デッキのショウさんに聞いてみてはいかがでしょうか。よし、方針がまとまったようだな。ならここからは別々に行動しよう。どちらがうまくいっても、私らにとっては勝利に近づくことになる。それじゃ、私は行くとしよう。また後でな。オイラたちも出発しよう。あ、そうだ、ウンキンは行幸に何を聞きたいんだ？実は今、新しい劇の舞台を探しているのです。行幸さんの神秘眼は確かなものなので、それについてご意見を伺おうかと。おお、どんな劇なんだ？オイラも見てみたい。父が民間の伝承をもとに心血を注ぎ描いたもので、深海戦女の伝説物語です。劇の名を神女壁艦と言います。戦艦軍の同僚が大勢幸運閣へと移動になってね。正直に言うと、彼らに危険が及んでいないか少し心配なんだ。